山崎鉄州は日本の極地探検家。北極圏を犬ぞりで観測調査遠征を行うアバンナットプロジェクトを行っている。兵庫県出身。洛南高校卒業。大阪二括市在住。血液型 B 型。1988年にアマゾン川以下倒り、単独校を経て、1989年からは北極圏遠征を繰り返し、 グリーンランド北部、エスキモー式の犬ぞり技術や、狩料技術を継承。北極圏での数々の観測調査遠征を、はじめ、第46次日本南極地域観測隊にも参加し、現在は犬ぞりによる、アバンナット北極圏環境調査プロジェクト2006-2015年10年計画に取り組んでいる。計画の背景、1988年から現在に、 至るまで北極圏をベースに徒歩や犬ぞれによる遠征を続けてきたが、活動を続ける中で極地研究者たちとの出会いがあり、1995年からは北極圏での様々な学術調査に参加し、地球環境の急速な変化を科学的に知ることになった。それまでの個人的な極地への取り組みとは別に、極地観測という科学的な関心を強く持つように、 なり、1998年と2000年には、北海道大学のマトバスミトと共同で、犬ぞりによる、グリーンランド北部、内陸域観測調査を実施した。また2004から2006年にかけて、第46次日本南極地域観測隊に、越冬隊員として参加して、学術調査の重要性を再認識し、2006年から10年間に、渡る、 北極圏環境調査プロジェクトを計画することになった。北極圏には地球が抱える温暖化や人員予選といった影響が顕著に現れる。同地で継続的に海票や説表などのデータを収集し、エスキモー民族から自然や生活環境の変化を聞き取り調査することで地球の環境推移を的確に把握できる。 極地観測はこれまで公的資金により実施されて、きたが民間支援による極地観測調査活動も必要と考え、研究者と共同で北極圏の広域な観測調査を継続して実施し、極地の現状を情報発信するものである。自分に何ができるかを意識して環境問題に取り組む社会貢献活動である。計画の概要一第一次。 アバンナット計画。アバンナット犬ぞりによる北極圏環境調査プロジェクト2006年1988年から現在に至るまで北極遠征を続けてきた。25年間にわたり、毎年のように北極圏に通い続ける中で温暖化や人予選などといった地球環境問題が騒がれるようになった。環境への取り組みに自分も何か参加できないか。 自分に何ができるかと考えたとき、僕の手の中には北極しかなかった。北極圏に住むエスキモー民族から伝授された犬ぞり技術を駆使し、広域を移動しながらの活動が自分にはできることだ。そして2006年からアバンナット犬ぞりによる北極圏環境調査プロジェクトをスタートした。北極圏は地球が抱える温暖化や 人員予選といった影響が顕著に現れる場所だ。継続的に開票や説氷などのデータ収集をしたり、北極圏各地に暮らすエスキモ民族から自然や生活環境の変化の聞き取り調査をすることは地球の環境推移を正しく知ることにつながる。これまでは公的資金の元局地観測は実施されてきたが、 民間支援による極地観測調査活動も必要な時代ではないだろうか。研究者の方たちと共同で自然の変化が急速に見られる。北極圏で広域な観測調査を継続して実施し、極地の現状を自ら情報を発信していくことで次の世代につなげたい。自分に何ができるかこの活動を通じて私たちが取り組んでいかなければならない環境問題に対し、 一つの貴重な貢献になると信じている。2006年10月11日から2007年5月12日にかけてグリーンランド北西部地方へ犬ぞりによる環境調査遠征。2007年10月10日から2008年5月9日にかけてグリーンランド北西部地方カナダ北極圏ヌナブット州へ犬ぞりによる環境調査遠征。 二千八年十一月十九日から二千九年五月十一日にかけてカナダ北極圏ヌナブット州へ犬ぞりによる環境調査遠征。二千九年十一月十一日から二千十年五月六日にかけてカナダ北極圏ヌナブット州へ犬ぞりによる環境調査遠征。二千十年十一月五日から二千十一年四月十四日にかけてカナダ北極圏。 ヌナブト州へ犬ぞりによる環境調査遠征。2011年10月17日から2012年5月6日にかけてカナダ北極圏ヌナブト州にて犬ぞりによる環境調査遠征。2012年6月6日から2012年7月27日にかけてグリーンランド北西部地方における日本シグマ観測調査プロジェクトに参加する。 2012年11月7日から2013年4月12日にかけてカナダ北極圏ヌナブト州にて犬ぞりによる環境調査遠征。2013年6月18日から2013年8月8日にかけてグリーンランド北西部地方における日本シグマ観測調査プロジェクトに参加する二千十三年十月二十九日から二千十四年五月四日に かけて、グリーンランド北西部地方へ犬ぞりによる、環境調査遠征。2014年5月5日から2014年6月5日に、かけて、グリーンランド北西部地方における、日本、シグマ観測調査プロジェクトに参加する。2014年11月2日から2015年5月に、かけて、グリーンランド北西部へ犬ぞりによる、環境調査遠征スタート。 目的一、北極圏域で研究者の方たちと共同で継続的な観測調査を行う。二、インターネットによる現地から環境状況の報告、発信。三、北極の美しい自然や各経営地から現在のイヌイットの暮らしを伝える。北極圏の自然環境と生活する人々の生活環境をテーマに活動。移動手段古来から グリーンランド北部、アバンナスソア地区のイヌイットによって伝承されてきたスタイルの犬ぞりを使用する。犬ぞりは大気を汚染せず、環境に優しい。ありがとうございます。